夜間とアイドル。これはどういった話ですか？私夏が本当にもう本当に本当に苦手なんですよ。暑いのが苦手、汗かくのが苦手で、なんか夏のアクティブなことは好きなんですけども、暑さには負けちゃって、その代わり冬が大好きで、雪降るじゃないですか東北って。はいはいはい。だからスキーとかも好きですし、最近だとスノーボーもちょっとやってみたりとか、あとは一個冬の思い出があって、中学生の頃に寝坊しちゃったんですよ。はい。で、前髪の寝癖を取るために水を濡らして、でも時間がないからとりあえずこう水を濡らして軽く乾かして、ちょっと乾いてなかったんですけど、まあ学校に着くまで乾くだろうと思って、雪の中走ったんですよ。そしたら前髪が凍っちゃって、ちょっとそこだけはちょっと冬うわーってなったんですけど、それ以外はもう大好きです。冬の嫌なエピソードはその前髪が凍ったこと以外は特になく、冬は大好き。そのたった一つです。たった一つ。はい。今年夏は暑かったですからね。もう本当に嫌でした、ね、しかも東京での多分活動も多かったと思うし、本当に嫌でした。すごい思い出したくもないみたいな話で、この話は掘り下げてもいいんですかね。やっぱりその東北の夏の暑さとこれって違いますか？全然違いますね。なんかそれこそ夏と秋の変わり目で、東北がもうすっごい涼しくなってて、その感覚で東京に来ちゃうともう本当に地獄です。確かにそうですね。通り、もう蝉もね、たくさん鳴いてますしね。はい。でもイベントとかに出る分には大丈夫なんだよね。そのもう、まあ、アクティブなことも好きなんだけども、はい、暑さがとても辛い。はい。でもそのなんか嫌いな夏の中のなんかご自身でやってるその暑さ対策みたいなのはあるんですか？暑さ対策は家から出ない。家から出るとしても徒歩じゃなくて車移動、タクシー移動。タクシーがすごいいいんですよ。タクシーがすごいいい。その心は？地元だと車を運転すればいいじゃないですか。はいはいはい。けどこっちに来たら自分の車はないじゃないですか。はい。でもたった10分歩かなきゃいけなくても、そのたった10分ですごく苦しい思いをするならば、お金を払ってタクシーに乗ったらタクシーの運転手さんもいい気持ちだし、すごいウィンウィンな関係。素晴らしい考え方。はい。でも私すごいポジティブなので、あんまりなんかそういう思いはなく。この番組はナナさん、モエタンさん、ハイテンさん、マーさん、スタプラ大好きさん、4163の提供でお送りしました。みんなありがとう。またねー。